日本生まれ日本育ちのベトナム人フォンチーと申します。よろしくお願いします。フォンチーベトナムチェイエラメコエメバメコエラベトナムバメコエンデエンラアンギョン3本ヤクロンエラベトナム。はい、ということで、この ASEAN フェスティバル朝からいるよという方、おお、すごい、朝から使ったのに皆さんありがとうございます。さっき来たよ、今来たばっかりだよという方、おお、ありがとうございます。嬉しいです、ね、今日本当に昨日はあいにくの雨だったんですけど、今日こんなに綺麗に、ね、晴れて本当に良かったなと思います。こんなたくさんの方に来ていただいて本当に嬉しく思います。私はですね、この ASEAN フェスティバルの MC もやらせていただいてるんですけど、今日は一曲ここのステージで、たくさんの名だたるアーティストさんの中なんですけど、私もなんか一曲歌わせていただけるということで本当に嬉しく思っております。はい、私が歌う曲はですね、もうベトナムといえばこの曲って私が勝手に言ってるだけなんですけど、ベトナムの方だったら誰にも知ってる曲で、初めて聴いた方も絶対覚えられるようなメロディーで、私がこれから歌う歌の中で、ララ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 ラっていうところがあるんですけど、皆さんにマイクを向けるところがあるんですね。ぜひ皆さん一緒に、せっかくの年に一度のこのイベントなので、みんなで一緒にね、一体感になって盛り上がっていけたらなっていうと思いますので、ぜひ皆さん一緒に歌っていただけたらなと思います。これ本人ね、タイ語でもあるんだよこれ。お、そうなんですか。同じ曲がタイ語でもある。タイ語でもある。おタイ語でね、はいはいはいっていう曲だ。そうなんですか。全く同じメロディーですか。そうそう、うわ、だから今日は特別にタイ語で歌ったらどうですか。私一応ベトナム人なんです。あ、そうなんです。さすがにタイ語はわからないんですけど。残念です、ね、残念です。でもタイでもあるんですね。覚えます。タイ語で歌う。タイ人のお客さんはタイ語で。そうですね。あ、そうですね。ベトナムの方はベトナム語で。どっちが大きいかというね、そうですね、まあ、日本の皆さんは、まあ、ララ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 ラ